Radio Sakamoto on 81.3 J-Wave。 はい、坂本裕一です。 Radio Sakamoto Special Issue for Podcasting。 今回は4月6日放送分からオーディション優秀作品そのパート2をお聞きください。ですね、まあ、パート1でも言ったんですけど、とてもユニークな作品がこう、なんていうのかな、本当にそれぞれこう違う方向にこう突き抜けているというか、そういう感じがしましたけども。まあ、もともとここに投稿してくれる人たちはそういうのが多いのかもしれないんですけど、あまりそういう時代のこう流行りとか、そういうことに比較的に追随しないで、自分の個性を持ってね、やりたいことをやってる人たちが、送ってきてくれてるのかなとこう思いますけども、ぜひね、個性、人が持ってないような発想とかですね、そのもう音楽のテクニック的な技術的なクオリティはまあ置いといても、やはり発想力とか、こう日常の中でこんな音、面白い音を見つけたよとか、そんなんでいいんですよ。もう、みんなね、スマホとか持ってるでしょうから、面白い音なども、たくさん、こう、録音しやすい環境になってますから、ぜひ、そういう。で、それを、まあ、ほんのちょっと、こう、味付けするというか、料理するというか、その程度で十分ですから、いろいろ、また送ってみてください。というわけで、オーディション優秀作品お楽しみください。峰舞子プラス桜田で、24 Hours in the City という曲です。この方、札幌国際芸術祭のサウンドロゴのコンペティションに参加したそうですね。だけど、ファイル形式が違っていて受け付けてもらえなかったみたいです。残念ですね。僕は、
まあ、あのサウンドロゴに適しているかどうかは別にして、このアコースティックな感じとっても好きですね。すごくいいです。ぜひあの続けてまた送ってください。次です。あの平井綾子かける石川康明とあります。ぷくぷくという曲ですね。ぷく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 ぷ
これは、なんて言ったらいいんでしょう。フォークなんでしょうか。まあ、詩なんでしょうか。なかなかね、歌が出てこないんで、どこに歌が出てくるのかなと思って、まあ、本当にゆったりとした長い曲ですけど、これでね、多分、天神さんは知らないかもしれませんけど、昔早川芳雄さんという人がジャックスという、まあ、バンドをやっていて、当時としてはものすごくとんがっていたバンドなんですけども、1967年とか8年ですね、まあ、有名になったアルバムが68年だったかな。 もちろん天神さんも生まれてないでしょうけど、一度、まあ、YouTube などにありますので聞いてみてください。とてもなんか似た感覚が感じられました。はい、次ですけど、何度も登場しているアンテネイジアです。ミス・ザーカスという曲ですね。I'm not afraid to
短い演奏時間の中を駆け抜けるような曲で、人と違う生き方をすることや世の中との違和感について抽象的に歌っていますということですけどね。まあ、その歌を聴いてそういう直接そういう内容っていうのは僕はよくわからなかったんですけど、アンテネジア的というか、とても自分たちのスタイルが安定してあるなということで、やはり紹介しました。はい、次です。鎌田ひろみやさんの福島相馬に行くという、これは映像作品ですね。映画です。これはぜひレディオ坂本のウェブサイトに、前編みんなに見てほしいんですけど、鎌田さんの編、映画福島県相馬市の友人家族との交流を描いたドキュメンタリー映画を完成させました、企画共同監督音楽出演を担当していますということです。福島だから何でもっていうわけではなくて、これはとても面白くできていて、音楽も自分でつけられてるんですね。ちょっと音楽が分かりやすいかなって僕は思いましたけど、つまり悲しいとこは悲しく、怒りを表すとこは怒りみたいな、ちょっとシンプルかなと思いましたけど、まあ全体としてこのぜひ見てもらいたいドキュメンタリー映画になりました。はい、最後ですけど、安野太郎さんの Quartet of the Living Dead という曲ですね。Thank you.
本人の弁。今回はテナーとバスを加えたクワルテット編成のゾンビ音楽です。なんでしょう、ゾンビ音楽って。ゾンビ音楽は自作ロボットによる音楽です。ロボット作ったの。人間の文化に依存しながら人間のような振る舞いをしないロボットをゾンビと呼び、その音楽をゾンビ音楽と呼んでいます。見たいね、それ。どんな、本当に作ったの。今度ちょっと映像見せてください。ぜひ見たいです、どんな格好してるのか。僕も昔ね、80年代かな、例えば宇宙空間とか月で音楽を演奏するとしたら、まあ人間が宇宙服着てやるんじゃなくて、そのロボットにやってもらおうかなっていうことをなんとなく考えてたことはありますけども、まあでも空気がないから音にならないという感じもありますけど、まあ電子楽器だったらね、もちろんできるわけですけど、それを地球に月から送ってくるとかね、そんなことは考えることなんですけど、実際作っちゃったのかな、とても興味深いです。というわけで、駆け足できましたけども、かなり個性豊かな面白い、作品がありました。そうですね、その中でも特にあの彼女の独り言を録音して、音楽にしましたっていうものとかですね、すごいなんか今の感覚っていうのが現れてるのかなっていうのと、例のそのミュージックコンクリートのようなプクプクですね、すごく僕は気に入りました。それから今のドキュメンタリー、福島相馬に行くというドキュメンタリーですね、これはもうぜひ見てほしいと。その辺が特に気になりましたけど、他にもユニークなものがたくさんあって、昭和歌謡とかね、面白くなってきたなと思っております。坂本龍一でした。